パクジフンは、韓国出身の男性歌手、俳優。元はナワンのメンバー。身長173センチメートル、体重61キログラム、血液型は AB 型。あだ名は、ジフンちゃん、フニ、ウィンク王子、保存ン、ウィンギンイ、ミャンミャンイなど。公式ファイクラブ名は、メイ。好きな食べ物はヤンニョムチキン。嫌いな食べ物はブロッコリー。 幼い頃から教科書のモデルや、子役として、ミュージカル、テレビドラマ、CM などに出演。以前は、SM エンターテインメント、ファンタジョに所属していたが、膝の故障により、退所した。2015年にマロエンターテインメントに入所。2017年、同じ事務所のクオンヒョップと、ハンジョニオンと共にネットの、公開オーディション番組、プロデュース101シーズン2に参加。 同年3月9日に放送された、M カウントダウンでウィンクを披露したことをきっかけに、ウィンク男と呼ばれる。放送中、1週目から4週目まで中間順位、発表連続1位を保持。第5回放送では、僕の心に、保存というキャッチフレーズを生み出し、2017年の韓国流行語3位となった。また、四月三週目から五月四週目まで六週、連続で、 TV 話題性調査の非ドラマ出演者話題性1位を記録。プロデュース101シーズン2では最終順位2位となり、同年8月7日にワナワンとしてデビュー。ワナワンとして活動中の2018年、中央大学校公演映像創作学部に入学。2019年3月26日、ファーストミニアルバム、オクロックを発売し、ソロデビュー。同日、 サンミョンアートセンターケダンホールにて発売記念賞ーケースを開催した。JTBC にて2019年9月16日から11月5日の間、毎月曜日と火曜日の21時30分に放送された連続ドラマ、コッパ団、朝鮮懇談工作所にコヨンス役で出演した。2019年12月25日に、パークジホーン、ジャパンオフィシャル。 サイトとパークジホーンオフィシャルファンクラブがオープンしたデジタルシングルドラマバラエティありがとうございます。